皆さんこんにちは、あいけんです。今日はですね、私がダイエットした中でよく食べていたチキンロールを作ってみたいと思います。すごいめっちゃ簡単なんですよ。時間はちょっとかかるんですけど、作業の時間は本当に2分ぐらいで終わってしまうかなって思うぐらいすごい簡単なんで、ぜひ皆さんもやってみてください。私はですね、結構1回に2本とか味を変えて作ったりとかして、作り置きしてサラダにのせたりとかしてよく食べてました。それだけでタンパク質が取れるのでおすすめです。ということで早速作っていきたいと思います。まずですね、使うものも少なくて鶏むね肉、あとはですね、なんか塩コショウを振るんですけど、私は結構クレイジーソルトを使ったりするんですけど、今回はこのハーブのやつを使っていきたいと思います。早速始めていきます。まずですね、鶏むね肉、この皮がついてるじゃないですか。なんか皮は結構ダイエット中私ちょっとあれなんですけど、こう剥いでポイしちゃいます。これつけたままでもいいと思うんですけど、結構ダイエット中は手でちぎれるんで、これをポイします。それでですね、まず鶏むね肉をこのなんていうんですか、この真ん中さ、こうやってやってさ、観音開き、なんか火が均等に通りやすくするために平らになるように、ほらこうやって開きます。塩コショウでもいいんですけど、これを全体的に振るっていきます。裏も表も振るっていきます。今日はこのまま巻いてしまうんですけど、いろんな味ができて、これ巻くんですけど、今からこの真ん中にチーズとか挟んだりとか、あとはカレー粉をまぶしたりとかしてもすごい美味しいので、私は一気に3つぐらいの味を作ったりするんですけど、今日はこれでやっていきます。カレー粉とかはおすすめです。で、まずラップを適当に広げて、この鶏むね肉を巻いていくんですよ。こうやって見えますか、巻いてこのラップにのせて、結構きつめ、なんか水とか入らないようにきつめに巻いて、横もちゃんと閉じて巻いていきます。こんな感じ。これをアルミホイルを上から巻きます。なんかあんまり何重にもしちゃうと多分ね、火が通りづらいので、まあ、くるっと適当にこれがこう隠れるぐらい、覆うぐらいに巻いていきます。で、終わりで、お鍋に、これ最初にやっといた方が良かったんですけど、お水を入れて沸騰させます。はい、ちょっと沸騰を待ちます。こんな沸騰してきました。これをね、弱火にして入れます。なんか普通に入れて、で蓋をします。バチ。はい、これで15分弱火で待って、15分経ったら火を止めます。そして火を止めたら、鍋が冷めるまでだいたい2、3時間ぐらい経つと中に火が通ってるので、その低温調理っていうんですかね、それで火を通していきます。はい、ということで、さっき蓋をしたまま3時間放置なんですけど、今日は3時間経ったものを、はい、作りました、他で。ということで、これを切っていきたいと思います。すげえ、なんかさっき作ったやつより全然なんかちっちゃいんだけど、見て見てコンパクト。これをね、開くとすごいいびつな形、こんなになってます。こちらを切っていきます。こんな感じでね、ほら、切るとここちょっとロールになってるんですよ。これを
で結構私はなんか、まあ、塩コショウついてるから味付けは何にもしない時もあるし、タレを作ったりする時もあるし、普通にあのサラダにのせてドレッシングで食べる時もあるし、それはなんかいろいろ代用が効くんですけど、今日はせっかくなので作っていこうかなって思います。タレを作っていきたいと思います。まずですね、ごま油を大さじ2ぐらい、なんかあんまりねこういうの普段測んないんですよ。で鶏ガラスープの素を入れるとすごい美味しいです。これも大さじ 1とかぐらいを混ぜて、今日はこの輪切りの唐辛子を、私結構辛いの好きなのでこちらを入れます。でお醤油大さじ1ぐらい、お砂糖本当にちょっと小さじ1、みりんでもいいんですけど入れます。ごま油って感じ。これになんかごまと刻んだネギとか入れるともっと美味しいんですけど、今日はちょっとネギを買い忘れてしまったので、こちらを使っていきたいと思います。これをねバーッとこうかけてしまえば、こんな感じですごい油できました。ちょっとごま油が多かったけど、まあいいや、こんな感じで完成です。なんかいろいろ味付けできるし楽しめるので、なんかね大葉とチーズ巻いたりとかしてもすごい美味しいし、梅とかにしても美味しいし、いろいろできるので試してみてほしいです。よかったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだあのダイエット中に、なんか私結構お菓子をなんか甘いものが好きで食べてたんですけど、それを自分で作るようにしてたりとかしたので、そのレシピとか、あとはなんだろうな、いろいろやってたので、そういうレシピなどもまたね取れたらいいなって思っています。なんか見たいのとかあったらぜひぜひコメントにください。よろしくお願いします。それではバイバーイ。